はい。みなさん、こんにちは。トゥルーパーエンターテイメントの宮本です、えー。トゥルーパーチャンネル。今回は2017年に行われましたロックアップ。3回目のラインチコインなのかな。ロックアップのお話をさせていただければと思います。えー、ロックアップというバンド、どういうバンドかというとですね、プロジェクトでして、えー、と、これまでね、やってたエクストリームミュージックの重鎮、ミュージック界の重鎮たちが集まっている。 プロジェクトということで。えっ、ー、とね、これまで全部4枚のアルバム出してるのかな ?4 枚のアルバム出してて。で、最初はですね、えっ、ー、と、ナパームデスのシェーン,エンバリー、ベースですね。ナパームデス、エクストミュージック界の重鎮。ナパームデスのシェーン,エンバリーが中心となって。で、同じくその当時ナパームデスに在籍してたジェシー・ピンターとね、ジェシー。彼はね、テロライザーにも元々いたのかなその彼と2人で組んで、で、ドラムがクレード・オブ・フィリスのニック、ニック・バーカーね。 で、ボーカルがヒポクリシーのピーター・テックレン。この4人で最初結成されたのかな結成されて、で、その後、えっ、ー、と、ヒポクリシーのピーター・テックレン、ボーカルが脱退して、トーマス・リンドバーグっていう、アット・ザ・ゲイツ、スウェーデン出身のメロディック伝説のメロディックデスメタルバンド、えー、トーマス・リンドバーグが加入して、セカンドアルバムを出して、この時に、えー、年年2002年かな ?2000 年かな ?2002 年かな に来日したんですよ。1回目の初来日ね。で、その後、トーあその後ジェシーが亡くなっちゃったんだ。ギ,あのギターのね、ジェシーが亡くなって、えっ、ー、と、チリのギターのバンドのクリミナルっていうバンドのアントが加わって、で、えー、2回目の来日公演を行ったのかな。サードが出た時に。で、その後、まあ、ボーカルのトーマスが脱退して、で、新たに、 なななんと、元ブルータルトゥルースのケビン・シャープが、すごいね、このケープが加わって整理するよ。4人ねエナ。ナパームデスのシェンバリー。で、ドラムはクエドフィース、ディムバガーのニックね。で、えっと、ギターがクリミナルのアントン。ほね。で、ボーカルがえブルータルトゥルースのケビン・シャープ。すごいね。これで、この4人でアルバム4枚目のアルバム、じゃじゃーん これを出しまして、で、これに伴うツアーをやろう、ツアー中か、来日をやろうって言った時に、これがね、また運命中かね、2017年に、たまたまね、ブルヘリアっていうバンド、これをシェーン・エンバリーがやってて、シェーンの別プロジェクトね。で、それに、ブルヘリアって、まあ、謎の覆面集団って言って、今名前言っちゃってるんだけど、そのね、シェーンがいて、あとみんな覆面かぶってね。で、その、実は覆面とか言いながら、バックはドラムが、 ニニッッッックククなのよこのロックアップと同じニックでギターがあのアントンなのよロックアップで,しょであとボーカルが違うね人を入れてでまあブルヘリアっつってやってるんだけどそのブルヘリアが実は2017年のラウドパークに来日したんですよ来日して公演やった時に「あれ?」これにさっき言ったケビン・シャープ加えればロックアップ来日できるじゃんって話になって。 でラウドパークブルヘリアやったでしょでその翌日かな翌翌日かなに、ね、アストロホールで1日だけロックアップやりませんかという話になってあの実現したのがこのロックアップ公演2017年ねアストロホール1日だけやったんですよ。でその時売られてたジャジャングッズがこんな感じかないやなこれねこのニューアルバムの,あのデザインあのジャケットを ベースにしたで, T シャツでバッグはこれじゃじゃんメンバーの写真ねメンバーの、ね、メンバーのね,1日ね,ね年代入ってでしょこ,れジャジャう、ね、こういう感じの。でライブに関してなんですけどやっぱね先ほどもお話ししましたけどね大物エクストリームミュージシャンの集まりなんでね もう、ファンの人はもうたまらない感じなんだろうけど、この人たちの集まり、やっぱね、パフォーマンス的にはもう安心して見られる感じでしたね。超強力ライブパフォーマンスが展開されて。で、新作から4枚目のね、アルバムからの中心のセットリストで、で、途中でね、ななんと、この時、あの、ナパームデスのボーカルのバーニーがたまたまいたんですよ。たまたまちゅうわけじゃないけど、来日してて、で、一曲、 なんとこのロックアップ公演に飛び入りしたというすごい超豪華なラインナップで演奏が繰り広げられたというライブでしたね。ロックアップの2017年1日だけの来日公演のお話でした。